ズアゲオネア。さて、みやゆうくんに問題です、うん、この中でヨッチが好きな人は誰でしょう。1番エッチョン、2番ウィッチョン、3番マンマ、4番みやゆうくん。さあ、どれでしょう。2番。はい、どうぞ。マンマ。残念、正解はみやゆうくんでした。イエーイ。ふぅ、バーモン研究所。あつさちあちです。こんにちは、えっちゃんです。りっちゃんです。そして、はい、どうも皆さん、こんにちは、みやゆうです。あいあい、よろしくお願いします。お願いします。はい、今回はですね、クイズ RPG をみんなでね、プレイしていきたいと思うんですが、やっぱりさ、普段さ、結構女子ばっかりでやるからさ、たまには男の子と一緒にマルチやりたいんだよね。確かに、いつもやってんじゃん。いつもやってるんだよ。イケメンゲーム実況者のみやゆうさんと一緒に今回はマルチプレイしていきたいと思います。イエーイ。俺も男子。早速ですが、今回やる協力クイズ RPG マギメモは、簡単に言うとクイズを解いて敵を倒しながらクエストをクリアしていくというゲームです。あー、なるほど。特別何か操作するっていうわけじゃないんだけど、4つのジャンルの中から1つジャンルを選んでクイズを答えていくっていうね、超簡単でハマりやすいゲームなんだよ。みやゆくん、僕の天才具合を見せてあげよう。ブロッコリーが何言ってんすか。はい、それでは早速マルチと言いたいところなんですが、まずは用意周到に強いキャラクターを集めたいと思います。この輝きは、おお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 、お願いします。やばいね、ウルトラレアの輝き半端ない。輝きが半端ないね。半端ない。はい、じゃあね、みんなキャラクターをゲットしたと思うので、そのキャラを使ってマルチプレイしていきましょう。結構みんなアバターも違うね。個性が出るね。俺が一番可愛くない。顔黒。おわ、イケイケなやつ。じゃあ、ドアか。ドア。ドア。ドア。加藤だって。俺は好きさの嫌いになったぞ。あ、俺か。牛、え、猿。牛、牛違う、牛違う。はい、キジ。はい、猿。猿。りっちゃんが解説する。猿。猿。イエーイ。よしよしよし。いいね。娯楽してみよう。娯楽。娯楽大好き。バチマツだね。バチマツ。じゃあヨッチ、アドバイスお願いします。お願いします。維新の三の呼ばれる人。ここから。伊藤博文。ダメだ。いやもうロスト。いやいや。え、じゃあちょっとスキル使ってみます。うわぁ、強そう強そう。じゃあ最後はスポーツ全般で締めたいね。はい、これは結構ね、やっぱ強いね。正解したいです。おっ、できた。レシーブサーブ。だね。レシーブ。トス、トス。よーっしゃー。それはいけるでしょ。倒しかけない。難しい。うぇーい。まあ、ヨッチの幕末のところはちょっとね、私も分かんなかった。私もね、実際分かんなかった。読めなかった。はい、漢字読めてた。三欠。三欠だけど。読めました。読めました。はい、皆さん今マルチやったんですが、マギメモはですね、マルチだけではございません。なんとですね、アバターをいろいろカスタマイズできるんですよ。さらにですよ、友達とアイテム交換できるんですよ。えー、すごいね。今回、僕見てください、女性ですよね。あー、確かに。みやゆうくんがさ、女性のアイテム持ってるって言ってくれたから、うん、交換したいなと思って。あー、いいじゃんいいじゃん。まあどうせなら僕のキャラクターをみやゆうくんがカスタマイズしてくれる。あー、よくセンスがあんまりないからね。そうそう、センスない。あー、頑張ってる。で、欲しいのある。で、トレード。トレード。トレードで、あー、友達を誘うかな。で、キーワード。
言うんで会いに行く。そう、会いに行く。うん、会いに行く。 OK。 おー、来た。おー、私まだ来てない。えへへ、聞いたよ。聞いたよ。喧嘩喧嘩。おー、わ、受け入れてくれない。おー、受け入れてくれ。あれ、じゃあ、はい、はい。あ、うん。あー、あー、あー、いい。あ、でもこれ、あ、ここからフレンドになれるよ。フレンドなる。おー、マイフレンド、マイフレンド。ならないよ。ならないよ。フレンドになる。みやゆうさんとアバターのパーソナルトレードを返します。よろしいですか。はい、はい、あ、黒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 いです。わかりました。うん、じゃあここに、僕の交換するやつとみやゆうくんの交換するやつが入りました。え、トレード開始。どれだろう。トレード、オッケー。トレード完了。来ました。オセの悪魔の、わ、かっこいい。これ好みでもない。あ、でもないんだ。なんだ。この時点でちょっと味気ないですか。味気ない。なぜこの組み合わせにしたのか。ロングとショートどっちが好きですか。ロングですね。あ、じゃあショートにしてね。あー、もう揺さぶり最高。みやゆくん、銃と剣だったらどっちがいい。いや、剣。あー、でも剣ですね。あ、剣か。じゃあ銃にしておきますね。いや、こいつ。私もできました。あ、できました。はい。オッケー。じゃあ、せーの。はい。おお、モリモリ。わあ、ああ、なんか大学生っぽい。なんか、これはね、いい。発色発色ね。うん。付き合っていたらどんどん良くなる感じ。ね。ゆゆさんの。いや、もう神々しいです。どう？どう？これは強そう。いいでしょ。女性よだれもんでしょこれ。いや、でも私のやつには。え、えちゃんも好き。ちょっと。え。はい、このマギメモなんですが、今始めるとキャンペーンをやっているそうなんですが、詳細は下記概要欄に書いてありますので、皆さんチェックしてみてください。それではこの動画が面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。またねー。